こんにちは、スパオです。今回は無印良品の中からこの時期にはこれ買って、そんな品を新商品中心に全部で16品ご紹介します。何かとイベント続きなこの時期ですが、そんな毎日をより楽しく、より便利に過ごせるようなアイテムたちです。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。ゴールデンウィークに実家の両親たちが来るので、使い切り食器を探していたら無印良品で出会いました。バガスと竹パルプのプレートとボールです。サトウキビの搾りカスをリサイクルしたバガスと、成長が早く短期間で多くの資源を生産できる蓄財からできている紙製のお皿です。最初は100均で購入を考えていたんですが、これはもう即決でカゴに入れました。見た目の風合いもよく、触った感じ張りがあって硬くてしっかりしているんです。そしてこれ、汁気があるものでも大丈夫とのこと。そしてこれ、なんと電子レンジでも使えるんです。油にも強い素材なので、唐揚げを温め直しても油が染み出したりしていなくてグッドでした。ただ一応パッケージ裏面には、水気の多いものやレンジで加熱をすると物によっては底が湿ったりするよって書いてあったんですが、カレーを入れて温めてみたところ問題なく使えました。ただ推奨はされていないようなので、この辺は各自でご判断ください。捨てる際は水につけておくとかなり小さくなるのも便利です。気に入ったので、次の日このシリーズのフードパックを買いに行ったら、なんと品切れでした。入荷したらまた使ってみたいと思います。こちらも100均ではなくて無印で買いたいと思ったシリーズです。竹でできた割り箸とスプーン、フォークです。竹は強度が高い分折れにくい特徴があって、こういったカトラリーにはぴったり。また油を吸いにくいので、中華料理や焼肉の時なんかにも向いています。箸は先端が丸く、とにかく触り心地がいいです。普通の箸のように持ちやすい感じもありますね。スプーン、フォークも竹らしい高密度な手触りで、どことなく品を感じるような仕上がりです。あまりにもしっかりしているので、2、3回洗って使ってみたんですが、問題なく使えました。ゴールデンウィークに家族や親戚、友達で集まる際に大活躍してくれること間違いなしです。水筒よりも軽量で持ち運びしやすいリーズナブルなボトルが登場です。メモリ付きドリンクボトル 350ml、 サイズはこの他に 500ml もあって、色は白と黒の展開です。メモリが付いていて、シェイカーのように使うこともできる優れもの。中の内蓋が氷止めになっているのも憎いポイントです。そして口が広く、中が洗いやすいのもグッドです。メモリがあると、どれくらいの水分を取ったかが分かりやすいので、水分を意識して取っている方や、熱中症対策にも良さそうです。使う人を選ばないシンプルな見た目もいい感じですね。この小ぶりなサイズ、ちょうどいいっていう方も多いんじゃないでしょうか。かゆいところに手が届く、コスパ抜群のボトルです。ここからは、最近の我が家のマストアイテムたちのご紹介。ウレタンフォーム3層スポンジ。最近新商品のグレーが出たおかげで、グレーは食器用、白をコップ用に使い分けることができるようになりました。続いてが布巾です。もうこれは私が独身の頃から早10年以上食器用布巾として愛用している無印で一番付き合いの長い品です。そして最近買った袋止めクリップ、封をしにくいタイプもこれでしっかり止めることができるので重宝しています。このカレーを買ったらまずやること、それはカレーを冷やすことです。素材を生かした冷やして食べるエビとトマトのカレーと、冷やして食べるチキンジンジャーカレーです。普通この手のレトルトカレーって温めて食べるものが圧倒的に多いと思うんですが、なかなかない冷たいカレーが登場しています。結論から言うと、これ買いです。一
1つ目がチキンジンジャーカレー。今回紹介する2つのカレーは去年発売されて人気だった商品です。お湯を沸かしたりレンジを使わなくてもすぐに食べられる便利な点も注目です。チキンジンジャーは一言で言うと辛くないグリーンカレー。珍しいピューレ状の昆布みかんの葉が全体に広がっていてすっごく爽やかでいい香りです。そして無添加なのもいいですよね。ただこれ一口食べて思ったのが絶対麺が合います。個人的にはそうめんのつけだれにして食べるのが正解な感じがします。そのままでもクリーミーで美味しいんですが、麺つゆを垂らすかナンプラーで塩気を出すのが抜群にうまいです。そして2つ目はエビとトマトのカレーで、こっちはご飯の方が合う気がします。小エビがいくつか入っていて、さすがにプリッとした食感は難しいんですが、あると嬉しい具材です。トマトの酸味と程よい辛さで食欲がない時には重宝します。そしてこちらも無添加です。アボカドととてもよく合うので、食べ方に困ったら試してみてほしいです。決して上を向けて開けないでください。フルーツくず切りの白桃&ジャスミンです。無印からカップデザートが登場しました。上向きで開けると飛び散るのでご注意ください。先に言っちゃいますけど、これ好きな味でした。シロップ漬けの白桃とジャスミンティー風味のシロップが入っているんですが、この組み合わせが最強ですね。ベースのジャスミンティーシロップがとってもいい香りで爽やか。それに絡まる適度な弾力のくず切りがまたいいんですよね。私、この手の食感のものが大好きなんですが、乾燥したものはあっても出来上がった状態のくず切りってなかなかないんですよね。桃の果肉もしっかり食べ応えのあるサイズで満足感あります。これ美味しかったです。キリッと冷やして食べてほしいですね。グラス映えするデザートです。2層のゼリー、マンゴー&ヨーグルトと白桃&ヨーグルトです。フルーツとヨーグルトの2種類のゼリーを楽しめる夏にぴったりなスイーツが登場しました。パリッとした固めのゼリーではなく、とろっとしたジュレのようなソースのような柔らかめの食感で口どけがとってもいいです。ヨーグルトゼリーも爽やかな味でグッドでした。マンゴーの方は濃厚な甘さのタイ産のマンゴーを使用していて、とろっと熟したような食感でゼリーのとろっと感とよくマッチしています。白桃の方は画面には映っていないんですが、かなり大きめの桃が入っていて食べ応え抜群。この2層っていうのがなんとも贅沢ですよね。フルーツとヨーグルトで食感が違うのも良かったです。凍らせて食べる新食感なデザートです。凍らせて食べるラフランス&ヨーグルト味。先ほどのゼリーと同じようなパッケージですが、こちらは凍らせてから食べるデザートで、冷凍庫で6時間以上冷やしたら完成です。最初カチカチだったのでシャリシャリ系のシャーベットかなと思いきや、舌触りがとっても滑らか。山形県産のラフランスを使ったゼリーとヨーグルト味のソースが入っていて、ヨーグルトベースのミルキーな部分とラフランスの鼻に抜ける香りがとっても心地よかったです。アイスと捉えれば少し割高感はありますが、常温で保存ができて冷やせばアイスになるという便利さは魅力です。写真と違うじゃんと思ったら、底の方にちゃんと小豆が入っていました。最後にご紹介するのが抹茶と小豆のケーキ。宇治抹茶を練り込んだ生地に粒のままの小豆をあしらった棒状のケーキです。抹茶の風味自体はそこまで強い感じではないんですが、牛乳のおかげかどことなく乳っぽいミルキーな風味がして美味しかったです。生地の食感もしっとりめで安っぽい感じはないですね。小豆は蜜で煮てあって、サクッとした食感と程よい甘さがいい感じに生地に馴染んでいます。
また2、3人分は取れそうな絶妙なサイズ感がまたいいんですよね。そろそろ新茶の出回る時期ですが、そんな緑茶に合わせたくなる和スイーツでした。はい、いかがでしたでしょうか。竹を使った食器やカップデザートなど新しい商品がいくつも出ていましたが、何か気になるものはありましたでしょうか。食器類に言えることなんですけど、最近の無印良品、100円前後の商品が増えたような気がしています。食品系は値上がりしたものもあるんですが、その他の雑貨類やこういった食器類、かなり頑張っていらっしゃるイメージです。竹製の皿やお箸は人が集まるこれからの時期には活躍しますね。100均ではなく無印だとどことなく安心しちゃう自分がいます。少しでもお買い物の参考になれば嬉しいです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめするいろいろなお店のおすすめ商品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買える一押しの商品などを紹介しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフークリエイターズでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。